はい、キヨンです。今回は全日本大学駅伝の振り返り動画というところでお届けをします。本日11月7日、爽やかな秋晴れのもと行われたこの全日本大学駅伝、愛知県名古屋市にあります熱田神宮前から三重県伊勢市の伊勢神宮前まで8区間 106.8 キロというコース、すごい長い距離をですね、まあ各大学の選手たちがつないでいくと、こういう全日本大学駅伝が本日行われたわけですが、この全日本大学駅伝っていうのは、まあ、他の大学三大駅伝の中の一角にあたりまして、三大駅伝っていうのは一つが出雲駅伝、そしてもう一つが全日本大学駅伝、そして三つ目が、箱根駅伝と、まあこういった形になるわけです。で、出雲駅伝と全日本大学駅伝に関しては、まあ、関東の大学だけではなくて、まあ、いろんなね、関西とか、東北、九州、中国地方とか、いろんな地域からですね、こう代表で、地区代表チームが出てきて、でそれでこう争っていくという形になるわけですが、全日本大学駅伝に関してはまさにですね、結構大学生の中では一つその全国大会というですね、まあ、全国高校駅伝のまさに大学版みたいな感じのがこの全日本大学駅伝に当たるというわけですね。箱根駅伝は関東の大学しか、まあ、走ることが認められていないというところに対して、まあ、そういったところの違いがあるというこの駅伝なんですが、まあ、この駅伝で勝つということは駅伝日本一の大学になるということになるわけで、この 106.8 キロの距離の覇権をめぐって今日も熱い戦いが繰り広げられたということですね。そして今回この全日本大学駅伝で優勝されたのは駒澤大学と、こういった大学が優勝されまして、まあ、これは去年のですね、まあ、前回大会に続きの2連覇という形になるわけで、まあ、非常にこう素晴らしいというか快挙をねされたということで、おめでとうございますというところですね。で2位に入られたのはですね、まあ、たったの7秒差で青山学院大学と、もう非常にこう接戦を演じられて、まあ、こういった白熱した戦いになったわけですが、青山学院と駒澤だけではなくて、それ以外もですね、もう大混戦と、もう近年稀に見ると歴史的なね大接戦がありましたので、まあ今日はこのレースについて振り返りながら、そして箱根駅伝の展望というところも、まあ勝手にですね、私がゆるっとこう考察する感じでお届けしたいと思います。今回もこの動画もエンターテインメントとしてね、私のこうあくまでいろんな個人的なね感想だったりとかも入ってくるので、そのあたりも含めて楽しんでいただけたらと思います。それでは早速いきましょう。では早速レースの振り返りというところからいこうと思うんですけれども、1区はですね、なんとルーキーがこう接戦を勝ち取るという形になりまして、駒澤大学の1年生佐藤選手が区間賞を獲得で、この区間賞のすごいところはですね、2位に入ったのは中央大学の吉居大和選手というところで、この吉居選手もですね、もうものすごいとんでもないバケモン級のスーパールーキーとして去年活躍してた選手なんですが、この吉居選手はですね、去年、まあ、5000m でですね、アンダー20、まあ、つまり20歳以下の日本記録を出したと、まあ、こういったところで1年生ながらインカレ優勝とか、まあ、大暴れしたような、まあ、そんな選手だったんですね。その大暴れルーキーをさらにこう超えてくるっていうところでですね、もう特大暴れと、まあ、こういったところでも非常に暴れてくださったのが駒澤大学1区の佐藤常治選手といったところですね。そしてその接戦を勝ち抜いた駒澤大学ですが、2区では少し順位を落としてしまい、逆に2区でこう1位にこうバッと台頭してきたというか躍り出てきたのが順天堂大学です。でその順天堂大学をトップに押し上げた選手っていうのが三浦龍司選手で、まあ、今回の、まあ、今回のというか、まあ、今年行われた東京オリンピック、この2021においてですね、3000m 障害で、まあ、おなじみ、7位入賞されたあの三浦選手、まあ、軽快な走りでこう先頭集団にスーッと追いついていくと、その先頭集団からラスト 1km 地点でガッと一気にスパートをかけて、まあ、ギアの違いっていうのを見せつけてトップで助けを渡していきました。これは私のあくまで個人的な何ですかね、こうイメージというか感想なんですけれども、まあ、三浦選手これまでどちらかというと途中区間であんまりこう好成績を収めたところっていうのはあんまり見たことがなかったですね。高校時代からこう見ていると、どちらかっていったらこう用意ドンで走る1区だったりとか、あとは結構トラックがそこに強い選手だっていうイメージがあったりとか、で去年もですね、あの箱根駅伝の予選会とかも用意ドンでハーフマラソン走って、ものすごい1時間1分っていう素晴らしい記録出したりとかっていうので、用意ドンが得意な人なのかなっていうのは思ってたんですけれど、まあ、今回このね2区という途中区間においてももうしっかり区間賞を取って、まあ、素晴らしい、走りをされたということなので、まあ、一歩こうさらに新しい三浦選手の走りっていうのが生まれたんじゃないかなっていうふうにも思うわけです。そして順天堂大学をトップに始まったこの3区というところなんですが、3区では出ましたヴィンセント・イエゴン選手、まあ、このヴィンセント選手がですね、やっぱりギアの違いっていうところをわーんとぶっ飛ばしていって、まあそれでこう相変わらずのヴィンセント独壇場というところで、まあ本当にこうかっ飛ばしていってくれたというわけなんですけれども、まあヴィンセント選手がここで先頭に躍り出るっていうのは、東京国際大学が2区までにある程度あの上位の方につけてた段階で、まあ読めていたと、そういったところであったんですが、問題はヴィンセント選手がどれぐらい差を開けるかっていうところ、ひいてはそのヴィンセント選手に対抗してどれだけ日本人選手がこううまく自分のリズムを作って、まあ差をこう最小限に収められるかというところがポイントとな
となりました。でその点においては今回はヴィンセント選手も区間新記録でね、もうとんでもないタイム、またバケモン級のタイム出したんですけれど、それ以上にその後続の日本人選手の粘りっていうのがすごかったと思いますね。2位の選手なんかはもう1分程度ぐらいの差でこう粘り切ってここで助けを渡せたっていうのは非常に大きかったですし、まあ、あと青山学院大学はまあこの3区終了時点で、まあ、先頭とは2分の差というところで、まあ、原監督のおっしゃるところとしては、まあ、こう2分っていうのがもうギリギリのラインだったというところなんですけれども、まあ、本当にこのギリギリのギリでこう耐え抜いたっていうのが大きかったです。まあ、この3区終了時点での青山学院っていうのは腕相撲で言ったらですね、なんかこれがもう ここまで行ってる状態のところでなんとか耐えてるみたいな、そういう感じだと思うんですよね。でもこっから青山学院大学がこうぐーっと押し返してくるというわけです。駒澤大学も同じような感じで、もうこっからの押し返しがすごいと。でまずその青山学院大学のその押し返しがすごい、この、まあ、最初の立役者、まずここを耐え抜いたっていう人は誰かっていうと岸本博之選手ですね。この岸本選手が3区でもうヴィンセント選手からですね、まあ、あの2分以内のところに耐えられたら、まあ、なんとかここはまあデッドラインだと、もうあの原監督がおっしゃってたように本当にしっかりこう2分のところで耐え抜いたんですね。で日本人トップと、もう本当に怪我明けの一戦ということでしたが、すごいまあ成績をここで出されて、まあ、あの圧倒的な粘りのおかげでもうこうしっかり耐え抜いて、でその次の区間でですね、青山学院大学高橋選手がまあぐーっと区間賞を取って、それをこう押し戻していくと。ちなみにこの区間で高橋選手と同率で並んで区間賞を取ったのがルーキーの石田光介選手、まあ、あのもうスーパールーキーですよね。でそれら2選手の頑張りっていうところを調味料にして、さらにそこに追い風を立ててぐっと攻勢に出たというか、まあ、形勢逆転にこう持ち込んだのが佐藤一世選手ですね。去年もスーパールーキーとして活躍したあの選手がもう一気にこうすごい優位に進めていくと、こういった形でやっていきました。ただ6区のところでですね、今度逆に東京国際大学がこの腕相撲でいくとこうぐっとさらにもう大手必勝みたいな感じでバッとかけるというわけです。これ何があったかっていうと、まあ、丹所選手ですね、出雲駅伝でも活躍したもうエース級のね、ヴィンセント選手の次ぐ、まあ、なんですか、もう日本人エースのようなこんな選手がいまして、この選手がなんと区間新記録でですね首位に浮上すると。ただこの区間でもう一人忘れてはいけないのが駒澤大学、ここで滋賀学園高校出身の安原選手がですね、ものすごいこうなんですか、粘りの走りというか、次に田澤選手にもううまくつなげる走りで順位をしっかり押し上げていくわけですね。ここの安原選手の粘りの走りっていうのがなければ、今回の駒澤大学の優勝っていうのは、まあ、まずなかっただろうと、まあ、それぐらいですね、もう非常に大きな働きをされたということで、この安原選手、まあ、あとその前の区間の赤星選手ですね、この辺りをこうしっかり順位をタンタンタンと上げていったことによって、まあ、駒澤大学もですね、もう駒澤こそも腕相撲こうですね、もう完全にここっていうか、もうほぼもうなんかこうここの手の甲のあの骨、指のところのこの骨がついてるぐらいの勢いだったんですけれど、まあ、ここをうまくうまく押し上げたことで田澤選手が一気にここまで行ったと、まあ、こういうような感じですね。まあ、そんなこんなでですね、駒澤大学と青山学院大学がこの6区終了時点ではもう同着と、もうすごい面白い展開になって、7区では田澤選手と近藤選手両校のエースが激突すると、もうこういった面白い展開になったわけです。でこのレースも非常に面白くて、まあ、田澤選手がですねバーッと最初前に出て、で近藤選手がそれにつくと、まあ、そういうような展開だったんですけれど、田澤選手がちょっと何キロだったか忘れちゃったんですけど、まあ、7キロか8キロか多分10キロ手前ぐらいだと思うんですが、1回バーッと前に出るというかペースアップする時があったんですね。でそのペースアップしたところに対して、近藤選手はちょっと距離はこう空いてしまったというか、空けられたんですけれども、この後の近藤選手の対応が素晴らしかったなっていうところが、田澤選手がずっとその後一瞬上げたものの、リズムがですね、ある程度そこで一旦こう落ち着いたというか、そこでペースが定まったんですね。で、近藤選手はこのペースにしっかり合わせて、しっかりとこうついていったというか、取り乱すことなく自分のペースをこう守って、自分の走りを貫いた。まあ、まさにこう駅伝で求められる走りっていうのをしっかりできたっていうのが、まあ、これもね、あの近藤選手すごかったので、実際タイムとしても、この区間で51分を切るってとんでもないことなんですが、2人して51分を切ることができた。そしてあの日本人学生歴代2位1万メートルでこんな記録を持つ田澤選手からたったの15秒遅れぐらいでですね、区間タイムをまとめられたっていうのは、田澤選手はもちろん実力通りのあっぱれな走りなんですけれども、近藤選手もですね、もうそれに負けじを取らずの、まあすごい走りだったなっていうふうに思います。そしてその2人のですね、もうデッドヒートが繰り広げられた結果、アンカーではですね、18秒差ぐらいで確かこう繋がったと思うんですけれども、もう駒澤大学が出て、そしてそのすぐ後ろ見えるところで青山学院大学がスタートしました。駒澤大学のアンカーは花尾選手、そして青山学院大学のアンカーはキャプテンの飯田選手と、まあ、こういったところになりまして、飯田選手はですね、割と早い段階でバッと追いついて、でその追いついて勢いがすごかったので、そのまま行くかというふうに放送席で言われてたんですけれども、まあでもこれは結構駅伝の一つ落とし穴的なところなのかなというふうに思うんですが、ああいうようにちょっとこう見えてる位置で襷を
もらって先頭がスタートして、そこからちょっと後ろで追いかけて早い段階でこうパッて追いつきましたと。追いついた時にどっちが有利かっていうと、実はですね追いつかれた方が有利なんですね。なんでかっていうと、まあ、今日のケースだったら駒澤大学が18秒ぐらい先行していて、青山学院大学がそれ後から行ってたところを18秒分の力を多くやっぱり青山学院大学の飯田選手は使ってしまうことになるんですよ。でそうなった時に先頭の花尾選手が今回取った対応っていうのは、自分のリズムをですね崩さずに力まずにずっとそのまま押していったんですよ。青山学院大学の飯田選手っていうのはやっぱりこう追いついた時にある程度力を使っているので、ここで休まざるを得ないと。でそのままこうずっと休んでいる時に、この花尾選手は徐々に徐々に自分のリズムでこう上げていくと。でそういう走りをしながらじわじわ削っていって、そして最後勝負どころのもうスパート地点でグッと一気に離した。あれは非常にですね花尾選手のこう冷静なレーススタイルというか、先にスタートしたものならではのこう利点っていうか有利なポイントを生かしきったというか、もうすごい駅伝に求められる走りをされたと思います。でこれは力関係が例えば明らかに両者でどっちかが上とか絶対的にもう勝ってるみたいな状態だったら あんまり通用しないんですけれども、そんなに大きな力の差がない場合に関してはもう絶対先に出てて、追いつかれた方の方が有利なんですね。やっぱり力の余裕度が違うので、まあそういった意味ではこの余裕度をしっかり生かした花尾選手のまあなんていうんですかね、こう冷静さというか、まあ、作戦勝ちみたいなところも、まあ、ちょっとあったんじゃないかなというところは非常にね見ていてもうワクワクと面白いところだったなというふうに思います。箱根駅伝でもですねこういった展開とか多分これからあると思うんですけれども、まあそういうふうにですね先にスタートしてて後から来た人がわーっと来て追いつかれた時っていうのは、意外と追いついた方の選手が冷静に落ち着いて走って崩さずに走っているのであれば有利になったりするので、まあその辺も注目して見てもらえると面白いんじゃないかなと思います。ということで、まあ今回ですね、ちょっとレースの振り返りということでやってみたんですけれども、非常に面白いレースでしたね。駒澤大学の皆さん、本当におめでとうございましたというところで。そしてここからですね、最後箱根駅伝に向かっていくというわけなんですが、まあ今年の箱根も面白そうですね。まあこれからの展望というところで、まあ若干私の今思ってるっていうか感じたところだけでいくと、まあ箱根駅伝はですね、やっぱり駒澤大学が楽しみですね。なんでかっていうと、今回ですね、まあ田澤選手に負けじ劣らずの実力を持つ鈴木芽吹選手というような2年生の選手、まあスーパーエース級の選手ですよね。この選手を怪我で欠いてるんですね。まあその状態でのこの、まあ、なんですかね、結果と。で、しかも駒澤大学、今回全体で見たときに、決して全部がこう、平均的に上位ってわけではなくて、結構ね、ちょっとこう、うまくいかなかった区間とかあったと思うんですよ。で、そういうところっていうのをうまくですね、是正していくことによって、まあ、その穴が埋められたら、もう総合力としては、まあ、めちゃめちゃ高いなというか、層が厚いというか、まあ、そういうところは結構今回のレースから感じさせられたかなというふうに思います。で、全体的に多分その結構今回の駅伝に関して、良し悪しっていうのが区間ごとにあったんじゃないかなと思うので、多分その辺の穴をこううまくこう埋められたというか、このデコボコっていうところをうまくフラットにできたチームが箱根駅伝では結構勝ってくるんじゃないかと思うので、箱根どこが勝つかっていうのは今回ちょっと分かりづらいなっていうのはちょっと正直思いました。で、東京国際大学に関してなんですけれども、東京国際大学はですね、まあ今年ももちろん楽しみなんですけれども、来年がむちゃくちゃ楽しみだなというふうに思いまして、なんでかというと、まあイエゴン・ヴィンセント選手もそうですし、丹所選手も3年生で、でまあこの1年かけて日本人選手のこうレベルアップっていうところが叶うことができれば、まあ非常にですね来年めちゃくちゃ面白いチームになると思います。特に出雲駅伝勝ったっていうのもすごいことなんですけれども、出雲ってやっぱり距離が短いのでスピードである程度押し切れるんですね。ただ全日本と箱根は違います。やっぱりね、総合の駅伝の距離は100キロ超えてくるようなものになってきて、まあ1人当たりの走る距離っていうのも20キロ近くなってきたりとか、まあこうなってくるとやっぱりですねスピードだけで押し切ることができないので、まあ全体のこう層の厚さというか、外さない、まあそういった能力っていうのは非常に重要になってくると思うんですよね。でさらにもう一つ言うと、やっぱりその100キロを例えば片道で超えるようなそういう駅伝とかになってきたら、もう100キロ先とかになってくると、もう天気とか気温とかも全部違うんですよね。例えば今いる地点から100キロ先のところの気温が今よりも高いか低いかとかっていうのは分からないですし、そこの天気がどうなってるかっていうのも分からないです。で、ひいては箱根駅伝とかに関しては山とか登ったりするので、やっぱりこうある程度低体温症に備えたりだとか、結構そういう気候の変化とかそういうところも込みで、まあ対応できるようなその自力、まあ、チームとしての自力の強さっていうのがやっぱり必要になってくるかなっていうふうに思います。で、そうなった時にさらに1年かけてこうチームの底上げをした時に、まあ、東京国際大学がどこまで伸びるのかと、まあ、これがめちゃくちゃね今後面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回の箱根に関しては多分ですけれど、まあ、駒澤大学と、まあ、やっぱりなんだかんだ青山学院大学、まあ、ここも非常にね総合力非常に高いので、あとね意外と順天堂大学、あと明治大学、まあ、この辺もなんか面白いですし、まあでも特に本命は駒澤、青山学院、まあ、この辺りなんじゃないかなというのは、まあ、今回の駅伝の中で、まあ、結構デコボコの中でもこ うまくまとめてくるっていう総合力からしたら面白いなというふうに感じました。でも結構難しいですね。箱根駅伝楽しみですということで、皆さん楽しんで見ていけたらいいんじゃないかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。
弊社ウェルビン株式会社ではもっと詳しくランニングに関して体系的かつ網羅的に解説しているオンラインスクールがあります。興味のある方はこちらをぜひ確認していただきたいのですが、その前にぜひ無料レポートを読んでいただければと思います。長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントという無料小冊子をご用意していますので、ぜひ下の概要欄の URL のページよりお受け取りください。私のちょっとした駅伝の思い出なんですけれども、まあ高校時代、まあ洛南高校時代ですね、まあこの時にですね、すごかったんですよ。あの駅伝ってね、よくタスキにね、仲間の汗と血と涙、まあ血はないか、まあそういうような感じでですね、染み込んでるというふうによく言われると思うんですね。で、まあ本当にそうなんですよ。結構駅伝でね、タスキ受けてもらった時って、なんかすごいやっぱり汗で染み込んでたりとかするので、まあ、それまでのこう、選手の頑張りとか思いっていうのが、もう一気に流れ込んでくるんですよ。だから、よし、頑張るぞと。まあそういう気持ちになって、まあそれがね、なんですかね、災いしてオーバーペースになったりすることもあるぐらい、まあそれぐらいね、いろいろこう、重みってあるんですよ、やっぱりタスキっていうのは。ただね、一度あったのは、私のね、洛南高校時代の同級生で、むっちゃくそ汗かきのね、子がいたんですよね。その子がね、まあ僕の前の区間を走ってたと。で、その子からタスキをもらったと。もうね、雑巾かっていうぐらい汗絞れましたよね。もうボタボタくる。重いわと。汗でもうなんか6キロぐらいあるんちゃうかこれみたいな感じでね。なんかもう重り背負って走るみたいな。もうタスキの重みじゃなくて物理的に重いわこれみたいな。まあそういう状態になったことがあるわけです。あれしのがたな。